ヤベツラ・マーモンドー・キュリーは、アメリカ合衆国の弁護士、軍人、合衆国会議員、大学の教授と管理者、外交官であり、南北戦争の間は、アメリカ連合国の南軍士官だった。キュリーは、ジョージア州リンカーン軍で、農園主、ウィリアム・キュリーの子供として生まれ、アラバマ州で成長し、1843年に、ジョージア大学を卒業した。ジョージア大学では、 ファイカッパ文学会の会員になった。キュリーはハーバードロースクールで学んでいる時に教育改革者のホーレスマンの講義に触発され、無償の普遍的教育の提唱者になった。米国戦争に従軍し、1847年、1853年、及び1855年にはアラバマ衆議会議員となり、1857年から1861年には、 アメリカが衆国会議員を務め、その後アメリカ連合国議会会議員を務めた。南軍の中佐として、ジョセフ・ジョンストンとジョセフ・ホイーラー各将軍の参謀になった。国立彫像ホールコレクションに収められているキュリーの彫像南北戦争が終わると牧師になるための勉強をして説教師になったが、その仕事の焦点は南部における無償教育に向けられた。 中立の市販学校、適切な地方学校及び段階的公立学校の仕組みを指示し、講義をして回った。アラバマ州のハワード大学学長となり、バージニア州のリッチモンドカレッジの教授も務めた。1881年からその市の1903年まで、南部での教育を援助するためのピーボディとスレーターの教育基金代理人を務め、南部教育委員会設立の提唱者だった。 バージニア大学のキュリー教育学部はキュリーにちなんで名付けられた。キュリーは1885年から1888年までスペインへの特派施設かつ全権講師を務め、1902年にはスペイン国王アルフォンソ13世の申請開始にあたって特命大使となった。その著作には教育に関するもの、アメリカ政府に関するもの及び、 スペインの歴史に関するものがある。カルロス三世王室精霊やいくつかの名誉学理を受けた。キュリーは1903年2月12日に、ノースカロライナ州アシュビルデ氏に、バージニア州リッチモンドに埋葬されている。キュリーは、アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホール、コレクションに収められたアラバマ州からの彫像2体の、うちの一つに選ばれその栄誉を称えられている。 彫刻家、ダンテ・ソディニが制作し、1908年に寄贈された。ありがとうございます。